どうも、レオンでございます。今回もですね、楽しい J リーグについてお話ししていきましょうか。もうね、本当にワールドカップがあと決勝だけなんでね、ちょっと本当に寂しいんですけども、J リーグね、来シーズンに向けて徐々に動き出してるというところで、まずですね、今回ちょっと驚きのニュースが入ってきました。日本代表で、ワールドカップにもね、参加し、まあ、出番はなかったですけども、追加招集か、で行った町野、なんですけども、町野シュートかな、来シーズンも湘南でプレーすることになったと。嘘やんっていう。嘘やんって、お前、ワールドカップで何見てきたんみたいな。もう世界に出なあかんっていうことを感じたんじゃないのみたいな。だからお前出番なかったんじゃないのみたいな。っていう感じなんですけども、来シーズン湘南でさらにプレーすることになったと。まあもちろんね、まあいろいろその、いろんなことがあったと思うんですよね。もちろんワールドカップで出れなかったので、まあ世界に向けてアピールっていう点ではアピールできなかったんですよね。まあそこが一番辛かったかなというところなんですけども、まあそれにしてもですね、しっかり今シーズン J リーグでもある程度結果を残したわけですから、まあそれでも結局オファーがなかったんですかね。まああったら言ってたと思うんですけど、いやーちょっとなかなかへこみますね。やっぱこのタイミングで行かないと、23歳なんで、移籍するには全然若い年齢じゃないんでね。今が一番いい時なんで。まあそれでも湘南でっていうのがちょっとね、どうなんかなって、日本代表のことを考えるとね、心配かなって。で、特にね、日本の一番ウィークポイントは、まあキーパーもね、権田でウィークポイントなんですけど、やっぱセンターフォワードなんですよね。センターフォワード。ここがね、やっぱりその、古橋とか、まあ浅野とかね、あいちょこちょこ動くやついるんですよ、前田大然とか。でもああいう選手はどっちかというとサイドの方がいいんですよね、世界的にはね。やっぱ真ん中で、しっかりね、どっしり構えて、んで、シュート決めれるっていうね、そういう大型ストライカーが求められてる中なんで、そういう大型ストライカーがね、言うてそんなね、海外行ってないですよね。今行ってるのはあれですよね、上田綺世とかね。で、上田綺世もさっぱりなんでね。ちょっとメンタルの方がちょっと弱そうな気がするんで、まあ、この町野とかね、まあそういったところにはブレイクしてもらわないと、海外で。おそらく、日本代表のね、ワールドカップベスト8なんてのは、本当に厳しいことになってくると思うんですよね。やっぱ世界のサッカーもどんどん成長していってますから、で次のワールドカップはね、多分強豪と言われる国がね、みんな出てきて、で、どのチームもある程度ピークを迎える時なんですね、4年後って。なんでそう考えると日本もどんどんレベルアップして、ね、新しい選手がどんどん出てこないと、厳しい状況の中でね、まあ、あっちの俺、海外いいと思ったんですよね、さすがに。まあ、でもオファーなかったんですかね。ちょっとがっかりですね。なんせ湘南ですからね、湘南に残ったってもう残留争いするだけですから、ひたすら前からディフェンスしてね、走り回るみたいな、そんなサッカーしかできないですからね。それではなかなかちょっと厳しいかなと、いうふうに思うんですよね。まあ本人のその、なんていうかな、レベルアップっていう意味でね、試合には間違いなく出れるんでね、もうエースですから、間違いないと思うんですけども、どうなんでしょうね、ちょっと残ったことは、本人にとってはちょっとどうなんかなと。で、特に日本のね、サッカー界にとってはどうなんかなというところですよね。まあね、海外にぜひともチャレンジしてもらいたかったんですけども、なんでしょうね、オファーがなかったのかな。オファーがあったけど、自分が望むようなオファーじゃなかったのかな。その辺がちょっとね、心配なんですけど。いや、ちょっと、まあ、正直これ、がっかりですね。もう行かなきゃいけない年齢なんでね。23ですからね。まあ、本人の力的にはベルギーあたりからね、ベルギー、オランダあたりから、ステップアップリーグあたりからね、やっていくっていうのが一番良かったのかもしれないですけど、まあ、そこにも行かず、湘南で頑張るとこういうことなんで。まあでも、次ね、今ヨーロッパのシーズン真っ只中なんで、あれなんですけど、シーズンが終わってね、今度6月、来年の6月にはね、もう絶対に移籍しなければ、もうお前の日本代表としての、今後のキャリア、終わるな、